さてさ、シャオクレでございます。なんか通り雨が降ったみたいで、なんか僕の車は濡れていませんが、通ってる車は大体濡れてるっていうね。家にいてもそんなに雨が降ってる感はなかったんですけど、そんな今日です。なんか夏の寝苦しい夜から非常に快適になってね、夜が寝づらいんですよ。夜のね、布団に入ってからの寝始めが心地よすぎちゃって、なんか心地いいのがなんか感じたいわけですね。多分ずっと寝ちゃったらね、その気持ちいい感覚ももう忘れてしまうので、できるだけこう意識をしっかりと持ちながらゴロゴロとしてしまうんですよ。そうすると寝れなくなってしまって、なんか大体漫画読んだりしちゃうんですけど、さすがに目が疲れたよねっていう状態になるとスッと眠りにつけて、トイレに行きたくなるまで起きない、そんな生活になりました。で、この今のね、この生活環境が秋を堪能してるなと思うわけですよ。結構寝ると、まあ首でしょ、腰、ものすごい痛いんですよ。起きて5、6時間経ってもまだ痛くて、夕方ぐらいにようやく普通になるねっていう、この状況は筋肉痛と一緒だと思いましたので、筋肉痛になるってことは運動してる、スポーツしてる、これでまあスポーツの秋をクリアしましたね。で、まあさっきも冒頭に言いましたけれども、寝やすいからこそ寝る前に、ウキウキしちゃって、寝れなくなる、漫画を読んで目を疲れさせる、これ読書の秋クリアで、まあたらふく寝たらたらふくお腹が空くので、思いっきりご飯を食べたくなる、食欲の秋クリア。なので気づいてしまいましたよね。何かこう食欲の秋だとか、スポーツの秋だから何々しようとかっていうこともせずともに、なんかこうスポーツだとか読書とかっていうことを特化せずにも、もう普段のこの生活の中で秋を堪能しているんだということを今日気づきました。これが秋なんですね。目の前に真っ黒い雲がいますね。あれが雨を降らしたんだろうな。もう最近はスーパーに行くしかしてませんね。これも食欲の秋のせいかもしれません。11月はもう冬ですか。なんかね、最近100均でしょ、でスーパーのお菓子コーナーでしょとかっていうのは、なんだっけ、ハロウィンのものがものすごい多いんですけど、ハロウィンって10月末11月末、なんか最後の方っていうのは覚えてるんですけど、まあでもこの時期から準備してて11月はないよね。だから多分10月だと思うんですけど、10月末だから11月はもう冬か、関係ないか。ちょっと四季折々まだまだ難しい境界線ではありますけれども、解明していきたいと思います。それではシャオクレでございました。また明日、ごきげんよう、バイバイ。